確かに普通のスマホね。過去は弁償するから。私はもうヨルムンガンドの一員ではないんだし、わざわざあなたたちのルールに従わなくてもいいでしょ。本音を言うと、今ならコズマの気持ちがわかるよ。だがライデン・メイ、あらかじめ言っておくが、もうヨルムンガンドの一員じゃないと、お前。でも、手がかりを教えることを拒んでるようには見えないわ。そうな。たまたま同じ場所に。今、なんて言ったの？ネゲントロピーと天命の衛星を使ってハイペリオンの軌道を集中的に調べたんだが、君たちの周りの空間環境に検出できる異常はなかった。やめたわ。うむ、多分。例えば。私、つまり今私たちはあの老人の夢の中にいるってこと？その通り。これがウサギの特技なんだ。彼女はドリームキャッチと呼んで。まるで四季の律者だけ。簡単に整理してみるわね。
なるほど。例えば僕とか。すまない、この冗談は。そういえばこの学園を引き継いだばかりの頃はそれが気に食わなかったの。おや、おじい様の気配に染まっていたからかい？ううん、自分のために物にお金をかけすぎてる年長者がちょっと嫌だっただけよ。建設中の学園を初めて見たとき、私はこう思ったわ。何これ、500年前のパブリックスクール？ウィーンの王宮みたいにしてどうするの？でも今はそう思ってないんだろ？ええ、慣れたからよ。フカが話してたように、すでにこれ来たればこれを休んずるべし。宮殿でもあばら屋でも実用的であればそれでいいってね。ああ、やっと着いたね。聖フレイヤの中央聖堂に。ドアを開けて階段を降りると、この学園で最も秘密にされていた場所に着くはずだ。え？どうしたんだい？何かを考えているようだが。一年くらい前に。まだその件で自分を責めてるのかい？あなたにはわからないわ。あの件のせいで、セーフレイ、つまり、私個人も友人を一人失ったけれど。いいぞ、その勢いだ。思い切り成長するがいい、ビシュヌ。よく頑張ったね、テレサ。ビシュヌは圧倒的な力を手に入れた。ああ、ようやく見つけた。ここは、天球史かしら。正確に言うと、とある蛇の死。黙っていないで、話に付き合えよ。
ライデン・メイ、お前が選ぶ道を見ているといつも感心してしまうよ。だが理解してもらわないとならない。お前がヨルムンガンドを抜けた瞬間から組織の誰もがお前にとって敵となる。少し休んだら第二段階と行こう。フォエナさん、クリから。降参だ降参。楽園にいた。そう、むしろ相手が。お父様。ん？どうして私。とある可能性を想像してみ。どうだった？検査結果は間違ってなかったでしょ？何をしてるの？え、あ、いや、何でもない。計画変更の状況について話をしていたんだ。成婚計画の執行者がだけど、事前に僕に連絡する。ケビン、ケビン、あなたにとって命の最も素晴らしいところはどんなところなの？本当のことが聞きたいのかい？
嘘をついてもせいぜい3秒ぐらいが限界かしら。もちろん私に出会えたことなんて答えは受け付けないわ。わかった。ああ、こういうのは少し変かもしれないけど、昔まだ学校にいた頃、男子たちで授業をサボってエデンのコンサートに行ったことがある。あの時に感じた自由な空気に命の素晴らしさを感じた。そんな一度限りのことだったとは。さすがあなたね。その時のあなたはこう語ったんでしょうね。だって僕は高校生だよ。そうだな。みんな変わった。何しろ僕たちの世界はもともと狂気じみている。僕だ。ご苦労だった。無数の派生意識の中で自我を保つ、それは君にとっても決してたやすいことではない。構わない。計画に必要なのはこのタイミング。無論彼らにも自分自身を証明する機会がある。確かにそれは不確定要素だ。後ほど。ああ、僕は計画通り5万年間の待ち時間はもう終わりだ。お前の自称反抗的なとある生徒の話から始めよう。だから慌てるな。その裏で何が起こっているのか知る時間はまだまだある。これはかすらない一族の起点の一つでもある。ケビン、行け。テレサ・アポカリプス、それはお前がいずれ向き合わないといけない試練だ。これは、どこもかしこも氷だらけ。ケビンの夢の中なのかしら。ここはカスラナの聖魂空間の最深部だ。キマイラ計画の意味から考えれば、確かにこれは彼の夢の中だ。キマイラ計画？お前も知っていると思うが、いわゆるカスラナの血筋の源は、ケビンと融合した崩壊獣の遺伝子にある。多種多様な崩壊獣の力が彼の中で交わり融合したから、キマイラという呼び名ができた。しかし知られていないのは、ここも聖魂空間が存在する起点であるということだ。どういう意味？どうやってここに来たか覚えているか。それは、ああ、とても不思議だが、そういう、その最終的に。はじめまして。新たな天命の主教、僕はケビン。ケビン・カスラナと呼んでもらって構わない。
ここに来ているということは、今までヨルムンガンドは崩壊に打ち勝つ唯一の道。漁師の海を出てから僕はずっと、ここはカスラナの聖魂空間だ。どのカスラナの力もここでは完全に対等になる。僕に挑むといい。戦うことこそが問題を考える本当のやり方だ。君たちの言う天命を僕は知っている。君たちは自分の目に映ったものが文明、君たちが代々受け継いできた姿が人類だと思っている。しかしそれは傲慢な妄想に過ぎない。僕たちは草木と何の違いもない。火起こし、焼き畑農業、宇宙に行けるようになったとしても、人類はその子供時代からは逃れられない。宇宙ではどんな知恵も存在の仕方の制限を受ける。それは意志で克服できる障害ではない。鳥がなぜ飛べるか知っているか。終焉の隕石が白亜紀に降り注いだ時、自由な鳥たちだけが決められた滅亡から逃れられた。大した意志だ。カスラナの聖魂の意志だ、ケミ。私に他の選択肢はない。君は彼女を助けられない。結局君たちは崩壊のことを何も知らない。だがお前も自分の子孫のことを何も知らない。今まで私はお前と同じように冷たい傍観者として機械的に使命を果たしてきた。お前の宿命と彼らの無力を嫌っていた。カスラナの名を失った彼女に出会い、運命の中でがむしゃらに進むその意志に触れて、私はやっと自分の愚かさに気づいた。ケビン、お前の子孫は誰かの駒でもあってもなくても変わらない命でもない。お前が彼らを死なせる理由は一つもない。覚悟しろ。君はゴーマンに向き合う。それさえも受け入れられないなら、彼らの意志は何の意味もないうめきに過ぎない。結末が来る。無意味。やっぱりだ、聖魂の管理者。結
末が来る。そろそろ君の使命を終わらせよう。この無意味な戦いを終わらせよう。ケビン、今何をしたの？それは重要ではない。まず君自身に関心を向けた方がいい。ここでダメッツがいい。かつて僕たちは全力を尽くし、終焉の前で取るに足りないほどの半日を手にした。結末が来る。あの短いような長いような時間の中で、僕たちが唯一守れたのは君たちだ。ビヨンドジャスティス。これで破滅すればいい。悪くない出来だ。ただ今の成婚計画に余計な変動は必要ない。これでお別れだ、テレサ。挨拶してくれないの、プロメテウス。こんにちは、メビウス博士。私はこのような自殺行為を選んだ理由については。自殺？あら、あなたからしたらこれって自殺行為なのね。臨時演算の結果によれば終焉が実行された今。まあそうなるでしょうね。でもそれはあなたにとっても同じことよ。はあ、メビウス博士。ふーん、な、融合戦士は自らの。晴れやかな日差しに明るい少女、
お似合いでしょ。